しい中、東京おもちゃショー2014タカラトミーブースへお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりこちらのステージでプラレールアドバンス新商品発表会を始めさせていただきます。私、司会進行の小峰真由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですが本日のゲストをご紹介いたしましょう。どうぞステージへお借りください。ゲスト中川家のお二人と AKB48 小笠原真由さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、レイジさんも、はいはい、すっかり液晶さんな感じで。そうですね、あのこういう鉄道関係の過去させてもらってますけども、ありがとうございます。何百回とやりましたけどね、やっぱいいですね、この格好はね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ちょっとちっちゃいんじゃないこれちょっとね、帽子がちっちゃいんですよ。ほんまや、もうのっけてるだけのような状況になってそれはもう仕方ないあんまり細かいこと言わないまあ、中川家のお二人はね、鉄道がとっても好きというふうに伺ってるんですけれども、はい、あの僕は好きなんですけども、はい、あのこっちはあの全然興味はないですけど。あれなんですか？そんなことないですよ。あらら、あの僕は子供がいますので。ああ、男の子ですから。あらららら、はい、興味はガッチャガチャやってます。あ、もうプラレールでガッチャガチャ、はい、いいですね、はい、新商品ですよ、はい、今日はね、はい、そうですね、うん、ぜひとも楽しんでいっていただければと思います、はい、お願いします。さあ、そして AKB48 の小笠原真由さんなんですが、はい、あの自己紹介が鉄道にまつわるものだと聞いてるんですけども、はい、そうなんですよ。ちょっとここでご披露をいただいても、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。それでは、あ、そうですね、ちょっと前の方に出ていただきましょうかね、はい、では、はい、よろしくお願いします。はい、南部発小笠原特急、皆さんを夢の世界へお連れします。じゅん、乗車しますっていうようなかわいい、もういや、かわいいですけどね。まあ今日はちなみにあの、はい、会場の中にはあの結構ね、関係者の方多いですから、あららら、普通の渋い顔でみんな見てますよ、そんなことないですよね、はい、皆さんしっかりと心に向かって、ありがとうございます、温かく見守っていただいております。はい、さあ、今回のイベントなんですけれども、はい、プラレール発売55周年記念55周年イベントでございます。いや、素晴らしいですね、本当に。プラレールで遊んだことってございますか？あの我々はあの子供時代はこういうのは買っていただけなかったですね、はい、はい、だから公園行って、はい、土にあの線路の絵を描いて、はい、そこで手をこうやって、はい、二人でこうやって遊んで、電車や言ってやってましたね。ちょっと切ない、切、はい、ないですね。だからあのプラレール自体はもう憧れ中の憧れなんです。我々にとってはね、実はですね、そんなプラレールのさらに進化したプラレールアドバンスに本日新商品が出たということでご紹介したいと思うんですよ、はい、さあ、今日はですね、その新商品を説明していただくべく、はいはい、プラレールのことなら何でも聞いてくださいというタカラトミーのこの方を呼びしております、檜垣真一郎さんです。どうぞステージをお上がりください。こんにちは。さあ、檜垣さんなんですけれども、はい、タカラトミーの中でプラレールについては1、2を争うぐらいの博士と聞いておりますね。そうですね、2番目ですね。2番目、はい、2番目、1番目大御所がいるんですけど。あ、大御所がいるんですね。さすが、さすがサラリーマンでその人を立てるというか、さすがでございます。ぜひ今日はプラレール博士何でも聞いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ではまずはプラレールアドバンスについてご紹介いただきたいんですが、 VTR があるんですよね。そうですね、まずはこちらの VTR をご覧ください、はい。プラレールアドバンス。1両約94ミリの繊細なボディ、既存のレールを複線レールとして片側走行、すれ違い、並走もスタイリッシュ。今までの常識を覆したプラレールアドバンスがさらなる進化を遂げ登場。はい、というわけでございまして、こちらがプラレールアドバンスという商品でございます。すごいですね、かっこいい、かっこいいね。プラレールというですね、おもちゃはあの今あちらの方にあるちょっと大きいものですね、はい、これですね、はい、そちらの方が今発売している、55年間発売しているプラレール、ありがとうございます、はい、こちらがプラレールなんですけれども、はい、
このレールをそのまま使って、はい、その片側を走行できるようなこのプラレールアドバンスという。なるほど、はい、このプラレールアドバンスってこれいつ頃から作り出したんですか。これ2011年の10月鉄道の日から発売になっております。鉄道の日から発売になっております。やっぱり子供ってやっぱこの例えばこの電車のすれ違いとかね、はい、並走特に並走なんかはもう実際見てもすごい興奮しますし、我々なんかでも、はい、そうですよ ね、はい、それをここで再現したという、ね、再現させていただきました、はいはい、1本のレールでそのままできるという。なるほど、1本、はい、のねこれがすごいですね、本当にお宅に本当プラレールのレールがありましたら、はい、そのまま車両だけを購入していただければすぐ遊んでいただくことができるのか。なるほどなるほど、あそうかそうか、はい、今回ですねこのプラレールアドバンスに新商品が出たということでこちらにご用意してあるんですが、そうですね、実は本日6月12日今日から発売の商品が、はい、こちらの SL ですね、走行しているはいはい、はい、こちらを新商品で発売しております。とうとう SL を出しましたか。我々が取ったアンケートの中でもお客さんが今一番欲しい車両として売り上げているのが SL なんですね。なるほど、でこれをマウジで商品化させていただいております。やっぱ大体 SL ってなるとなんか年配の方のイメージっていうのがね、そうなんですけど、ね、ありますけども、プラレールも実は人気でして、はい、お子さんとかもですねアンケートを取るとですね、はい、SL が好きだという方結構多いんですよね。なるほど、じゃあ特徴的なところで言うとこのロッドと言いまして、はい、車輪がこれがちゃんと動くようになってます。ちゃんと動いてますね、はい、細かい、細かい、こういうとこ手抜いてない、もう形です。はい、でレイジさんの目がちょっと変わってる感じが、はい、嬉しいですね。プロの目になって、はい、すいません、こういう目線で見るのが、プロの目になって、はい、こういう見方ですよ、最高です。あ、なんと今小町とね、あ、 SL がすれ違うのは実際ではないことがこう今ここで起きてるわけですけども、そうですね、はい、今回の新商品、実はこれだけではないんですよね。はい、実はこれはですね、まあ、今日発売なので事前に発表していたことなんですけど、はい、今日初発表のですね新しい機能を今日はご紹介したいと思っています。何やろ、はい、じゃあこちらの VTR をご覧ください、はい、VTR。 プラレールアドバンスの進化を君の手に。発車、加速、停車、前後進のすべてが思いのままに、 IR コントロールユニットがプラレールアドバンスに革命を起こす。発車、加速、停車、バンド切り替えのすべてが思いのままに、 IR コントロールユニットがプラレールアドバンスに革命を起こす。はい、というわけでございまして、はい、すごい、ついにですね、まあ、今まではプラレールと同じでスイッチを入れるだけで、はい、走行ができたんですけれども、はい、こちらですね今回今持っていただいてますけど、これ、はい、リモコンで、リモコンで、はい、テレビと同じ赤外線リモコンで車両を遠隔操作できる。なるほど、ね、商品を今回、今までのプラレールやったらね、止めよう思ったらここでしょ。そうです、でこうやるとガッ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 ってなってね。プラレールアドバンスも同じでございまして、はい、基本的には上の屋根のところにあるスイッチをガッて押すだけなんですけれども、はい、今回この赤外線を、あ、ちょっとじゃ あごめんなさい、勝手に触らないよありがとうございます、はい、じゃあ早速動かしていきますね、はい、さあこの E7 系を、これはですね、西日本のダブル7系という。あ、ダブル7系。あ、ちょっと、あ、そうです。ああ、ありがとうございます。ごめんなさいね。危ない危ない。すごい、走った。はいはい。加速とかもできるんですか？はい。前後進各15段階の加速があるという。はい、15段階。はい。すごいすごいじゃん。あ、ちょっと早くない？リモコンも簡単でございまして、はい、前に行くだけ、加速しなければ前を押して、はい、後ろにこうやって押していけば、こういうふうに駅にこう止まることが。後ろが停止で。そうですね。ぜひ触ってみてください。ちょっといいですか、はい、触らせていただいて。でこちらの方がですね、SL の方も実は、あ、なるほど、こういうふうに操作できまして、これ実は今日発売する SL なんですけれども、はい、こちらにですね、これ両方とも10月発売なんですけれども、はい、ユニットを付け替えていただくことだけで、さらにこうやって、もともとはこういうふうな電池スイッチで遊ぶんですけど、はい、ユニットを付け替えるとこういうふうにリモコンで遊べるようなことが、なるほど、はい、なるほどね、どっちでも、はい、今日から発売する商品がですね、全てこれに対応しているということで、はい、もしよろしければ今走らせましたよ。これそうですね、ちょっとブレーキとかかけていただくといいですね。 SL、 だいぶ俺 SL ですね、そちら SL です。かなりスピード出してもらった、はい、加速おー、加速してる、加速してる。そらね、新幹線ですから。あれ止まった今駅にね。この W はこの西日本と東日本が合同でね開発した新幹線。はい、大丈夫です。かっこいい。ちょっとスピードを落としてみたりとかして駅に止めてみたりとかされたらいいじゃないですか、ね。すごいな。停車。あれあれ。オーバーランですね。後ろ後ろ。そうですね。オーバーラン。
あー、これ面白いわ。うまいですね、リンさん、うまいです。これ面白いわ。すごい。あー、オーバーライン、オーバーライン。各国優勝をやめください。あとはですね、すごいゆっくり走ってるんですよ。喋ってんでください。あ、大丈夫、大丈夫、せっかくやっていただいたので、ちょっとリアルに、ちょっとお借りしていいですか。はいはい、あのですね、ゆっくり走ることもできるんですよね。あの普通のおもちゃですと、こうスピードが出る出ないみたいな2つのパターンしかないんですけど、そうですね、極端でしたけども、15段階のパターンありますね。こちらの新幹線をご覧いただければと思うんですけど、はい、こちらですね、はい、だんだん今ゆっくりしていきますね、はい、で駅に向かってですね、すごいゆっくりにしていきます。おお、なるほど。これ、まあ、鉄道模型でもなかなかですね、ゆっくりってなかなかできないんですけど、そう、確かにないな、はい、ないわ。今これ一番ゆっくりぐらいのスピードなんですけど、はい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 、これで、お止める。結構リアルなゆっくりさですね。そうなんです、そうなんです、はい、これは手軽に遊んでいただけるのが今回のシステムでございます、はいはい、なるほど。そうしましたらですね、ちょっとあのゲームじゃないですけれども、はい、ちょっとこのダブル7系を使いまして、はい、ちょっとゲームやらせてもらえばと思ってます。はい、はい、この駅、ここの 線のところで、はい、ジャストストップみたいなのちょっとやってみませんか。ジャストストップ、はい、難しい。ちょっとやってみよう。いわゆるオーバーランです。今、だからあの SL を、これ SL、じゃあこっちでやってみよう、はい、こちらでちょっとやってみましょう。これ、はい、はい、あ、じゃあお分かりします。じゃあレイジさんの方、ぜひ、はい、一回加速していただいて、一回、はい、はい、はい、じゃあ次の駅で止めていただいていいですか。はい、ジャストストップ。お、ちょっと、あ、そうですね、あのスピードの段階が結構あるので、あの結構駅の前でスピードを止めると、あの止めやすいかなと思う。いや、そうですね、これぐらいのスピードで、ね、これぐらいのスピードでね、はい、リアルやな。いや、このスピードはいいですね、はい、こういう段階があるというのが、はい、これもう段階、ああちょっとすいません、あ、これあの実際やとも大変なことになります、ね、もう実際やと大変ですけども、おおおお、はい、じゃあもう一度やってみましょうか。はい、はい、こういうこともあるとね、はい、ゆっくりね、ちょっと加速していただいてもいいかもしれない。あ、いいっすね。次は大宮、大宮です。あ、大宮か。大宮行きますね。来年ね、この新幹線、北陸新幹線があの金沢まで延伸になります。そうですね、本当に注目度が非常に高い。楽しみです、はいはい、すごい、やっぱレイジさん金沢までね、2時間半で、だいたい東海道新幹線の東京と新大阪と同じぐらいの時間で、同じぐらいの時間ですね、はい、慎重やね。で、入ってました。さあ、じゃあ少しずつ段階落としていただいて、はい、あー、あー、ちょっと危なかったですね。オーバーラー、難しいな。はい、じゃあやってみる。はい、あのテレビのリモコンと同じですので、あの車両に向けながら操作していただくといいかもしれない。なるほど、これじゃあやります。はい、どうぞどうぞ、加速していただいて、お願いします。あ、やってますね、うまいな。おおお、うまい。次は大宮、大宮に行くんですね。大宮です。慎重派ですね、結構早くから見える。慎重派。お忘れ物にご注意ください。はい、その辺からブレーキかけるといいじゃないですか。あ、前や、手前や。早っ。全然切れへんからね。難しい。で、ブレーキとかかけると、もう一個前じゃないですか。あ、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。はいはいはい。そこ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 。お前。停車位置、よし、よし、完璧。よしよし。すごいや。完璧。剛さんもぜひ、やっていただいて。はい。なるほど。これもだから普通だとなんか説明書とかいりそうなことなんですけど、はい、僕になんか前と後ろっていうふうなことを説明、まあ、あとあのバックとかもできるんですけど、はい、直感的にすぐ遊んでいただくことができるかなみたいなことですね。さあ、ずっと、さあ、剛さん入ってきました。あー、難しいな。そうですね、それでですね、はい、あとあのもう一つありまして、はい、まあ、こういうふうに今みたいにオーバーランしちゃったりとか、はい、なんかちょっとなんかレールが外れちゃったなとか はい、あったりするじゃないですか、はい、急に止めたいなと思いますよね。そうですね、ただストップボタンがあるので、ストップボタンを押していただければですね、ピッと止まる。なるほど、すごい。まあそういうこともできるので、ちょっとまあいろいろできるんですけど、なるほどね、はい、まあ、このようにかなり手軽に遊んでいただけるですね、はい、この IR のシステムを今回10月から発売する予定でございます。なるほど、はい。これすみません、車両ってどれぐらいの車両があるんですか、今現在は。はい、現在プラレアドバンス22種類の車両を用意しております。22種類ですね、はい、幅広いですね。そうなんです。その新幹線から、はい、今回 SL まで出してきましたので、 SL もね、まあ、こっちにもあるんですけども、はい、あの関西の私鉄の南海のラピートと近鉄の島風がある、はい、これ小笠原さんちょっと見た見覚えある車両じゃないですか。そうなんです、ね、これね、ラピート、はい、なんでなんかあの私実はもともと NMB48 だったんですけど、はいはいはい、私の誕生日の日に、なんかそのこのラピートで、
小笠原特急っていう形で、すごい実際に走らせていただいて、車掌さんをさせていただきました。はい、どんな感じでやった？切符を拝見しますみたいな感じで。切符を拝見します。すごいな。楽しかったです。本当にね、このプラレールの話になってくるとどうしても止まらなくなってしまいますけれども、ね、下はこれあの、はい、こう2段になってましてね、はい、こういうのもね、これね重ねて走らせることもで、下はあの京成スカイライン。あ、そうですね、完璧ですね、はい、すごい、さすがでらっしゃる。ちょうど日暮里あたりをなんか感じですね。あ、そうですね、あ、はい、イメージ通り、イメージね、さすが鉄道。これがこのカシオペアもあと何後かにはねちょっとなくなってしまうかもしれない。そうですね、北海道新幹線が、はい、湘南新宿ぐらいのところ。そろそろですね、ちょっとお時間の方が、はい、申し訳ないですけど、ちょっと東さんお忙しいという方で、申し訳ありません。いや、本日はこちらのご説明どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。東慎一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、改めてこちらやってみていかがでしたか？いや、これ楽しいですよ、本当に。あの、やっぱりこの段階があって、スピードがこう徐行であったり、こう、ね、あの加速していったりとか、駅の手前でこのリアルなスピードでこう止めれたりとか、なかなかこのやることが多いというか幅広くなってますよね。これは素晴らしい。すごくこう大人でも楽しめるコーナーだね。そうですね、確かにそれはあると思います、はい、もうレイジさんの話そっちのけで、お二人ともすごい見入ってらっしゃいますもんね。いや、確かにすごいね。すごいリアルやわ。それではですね、せっかくですので、ここからちょっと鉄道のお話について伺っていきたいんですけれども、はい、先ほどあの北陸新幹線のお話も出ましたけれども、はい、北陸新幹線乗られたこと自体はありますか？電車自体はまだ乗ったことないです。北陸新幹線自体が、まあ、来年の春開通なんですけど、今あの長野新幹線、長野県まで、東京から長野までは一応走らせてるんですけど、これ一回僕はあの軽井沢の駅と東京駅で、あの実際表からですけど見ましたけど、かなりかっこいいですね。ぜひ開通したら乗ってみたいですね。乗りたいですね。もうそういうイベントに呼んでいただければ一番ありがたいんですよね。こういうのからそう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 、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、そしてレイジさんといえばですね、はい、やはりいろいろなところで見ますけれども、はい、鉄道関連のモノマネがね、そうですね、非常に大好評でございますけれども、よろしければ今日この場で何か一つやったら、はい、大好評です。嬉しい。じゃあ、自動放送から駅員の声がかぶるというところをやってみたいです。まもなく2番線に、で、あ、まもなく2番線電車が参ります。黄色い線の内側、黄色い線の内側でお下がりください。お下がりください。なるほど、さすがありがとうございます。さすがとか聞いてへんやないか、このさすが、ほんとにありがとうございます。なるほど。まあでもね、レイジさんはこう鉄道愛が溢れてるという感じしますけれども、チーフさんはこう鉄道に関するこだわりとか何かありますか？こだわりというか、思い出としては、弟の電車に乗る一日付き合わされたという、そういう、毎週毎週ね、毎週日曜日になると、はい、うちの親父が、レイジに付き合ったってくれって言って、意味もなく大阪から枚方まで行って、枚方からこっち、京阪電車こっち帰ってくる。で、帰ってきてその日の夜、京阪電車の駅名を覚えたから、それをちょっと聞いてくれという、はい、それが毎週そうなんですよ。だからついてこないと、僕が一人で行くと帰ってこないんで、そうなんです。だから急いでということで、そう、優しいお兄ちゃんですよね。お兄ちゃんって感じ。親父命令です。そう、ね、親の命令逆らえなかったですね。まあ、それでね、この鉄道好きな高齢者さんが出来上がったと言っても過言ではないかもしれないですね。はい、まあでも鉄道愛に関してはですね、小笠原さんも負けないというところがありまして、実は今回のイベントのためにプラレールの歌のダンスを、はい、そうです、覚えてきてくれたんですね。覚えてきました。すごいな。ぜひ皆さんの前でご披露いただいてもよろしいでしょうか？いけます。関係者ばっかりやけど、みんなあったかい目で見てあげてね。お願いします。それでは、はい、踊っていただきましょう。そこで、あ、こちらに、お、明日、ぜひ皆さん言うてやばしょ、ちゃんと真ん前で見ていただきたいと思います、はい。それでは参りましょう。 AKB48 小笠原麻衣さんで乗り物ゴーゴーパラダイスです。どうぞ。とにかくとにかく
違う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 のリモコンちゃんリモコンちゃんかい違う誰も前へんのかい前後ろ行かへんのかいいやよく頑張った偉い偉いありがとうございますお疲れ様偉い踊ってみていかがでしたかいかがでしたかって聞かれてもんだけど AKB でも一人で歌って踊ったことないのにこんなセンターでしかもセンターよここ関係者の皆さんの前っていうのがすごいもうとてつもないいやもうかゆかった心臓いやでも皆さん素晴らしかったですよ ねすごい本当に恥ずかしい汗かいてありましためちゃくちゃ写真撮られてたよそら撮られるわなそら撮られるわどうもありがとうございました触ったかな愛触ってるよもうバシバシ伝わってまいりましたので、はい、実はですね今日そんな鉄道愛の深い皆様に、はいこのタカラトミーからプレゼントをご用意させていただきました、はい、ありがとうございますプレゼント先ほどの東さんにご紹介いただきました まだ再び登場で、はい、お願いいたしますはい、それではまずは小笠原さんへのプレゼントお願いできますでしょうかはい、それでは両方ともですね、はい、今日のために世界に1個しかないものをご用意していますあらやばいやばいでは何でしょう小笠原さんへのプレゼントはこちらになりますかわいい何これうわ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 AKB48 って書いてる、はい、すげえすごいわ貨物貨物いやいや SL が今回のですねいい SL の商品にですねまあ小笠原貨物という名前を公開してるんですけれどもはい、まあ、AKB さんのカラーをそのまま入れさせてもらってすごい嬉しい、はい、ロゴも入れさせていただいてますすごいな持っていいんですこれはですね、ちょっとこのままの方がいいかもしれないです。そうやね、持たん方がいいわ、まだ。はい、あとでゆっくりまた見ていただけたらと思います。ぜひ、嬉しい、ありがとうこれはすごいわ。すごい。お家に持って帰って遊んでいただきたいすごくダンスも素敵でしたので、プレゼントさせていただきます。はい、ありがとうございます。わぁ、すごい。夢みたい。続いて、中川家礼二さんへのプレゼントございますので。礼二さんは、鉄道の造形が非常に深いということでございまして。ありがとうございます。あの、特別な商品をご用意いたしました。こちらでございます。あらパッと見ですね、はい、同じなんですけれども、はい、C57 1号機 の、はい、あの復活した時の編成にしています今走っているものは現行 の、 あのレトロキャプチャーというものなんですけれどもこちらは貴重ないいんですかこれこれはそうですレイ様のありがとうございますこれはあ、大丈夫ですちょっと大丈夫です大丈夫貨物が貨物が大丈夫うわありがとうございますすいませんありがとうございますありがとうございましたすごいはい、ということで、はい、本日のイベントは終了とさせていただきます頑張ったな、今もうないの分かってんのにあるからありがとうございますないかなないないないそうですねありがとうございますないですもんね、仕方がないわねはい、はい、ということで、こちらのプレゼントも渡したところでそろそろお時間となってしまいました、はいいや本日いかがでしたかこちら操作さんとしてみていやすごいですねやっぱりね、うん、プラレールのレベルがどんどん上がっていくというねいや本当に、はい、だからこれは もちろん子供が楽しむもんでもありますけども、うん、大人もしっかり楽しめるようなこの、ねうん、プラレールアドバイスだと思いますので、うんはい、ありがとうございます、ねそして剛さん、はい、本日いかがでしたか？いや早速家に帰って子供に報告したいと思います。このレールがあれそのままでも使えるんですね。そうです。はい。車両だけはい。これがありがたいですね。はい。はい。それ本当はありがたいです。はい。早速報告したいと思います。はい。はい、そして小笠原さんいかがでしたでしょうか？はい、いや夢みたいでした。本当にこんなにすごい小笠原貨物作ってくださって、ね、おいっ子が最近プラレールにちょうど興味を持ち始めた時期なのでな、うん、あれで一緒に遊びたいと思いますありがとうございま す, ういますどうもありがとうございました本日のスペシャルゲスト中川家のお二人と AKB48 小笠原真由さんでしたどうもありがとうございました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 さあそれでは以上でステージは終了となりますこの後フォトセッションそして囲み取材と参りますので準備が整いますまで今しばらくお待ちくださいなおカメラをお持ちの方はどうぞこのステージの前にスタンバイなどお願いいたします